オプス -28 は、日本無線車が開発したパルスドップラーレーダー。主として、海上自衛隊の艦艇において、低空警戒、対水上捜索レーダーとして搭載される。昭和50年度計画で建造された護衛艦、白根より搭載を開始したが、その後も、継続的に改良を受けており、イフアンテナの取り付け方式などに応じて、複数の形式がある。 本レーダーは単なる対水上捜作用にとどまらず、対艦ミサイル防御も意識して、低空を飛行する対艦ミサイルなどの探知にも使用できるものとして開発されており、アメリカ海軍のトスマーク23と同様のものとされている。シースキマーに対する正面からの探知距離は、従来の対水上レーダーではおおむね電波の見通し線程度であったのに対し、ほぼ倍増している。 動作周波数は c バンド、総受信機においては、周波数アジルティや FM パルス圧縮、移動目標表示といった各種機能を備えていた。OPS-28B では、パルス圧縮用の素子として、表面弾性波を利用した分散系遅延線を採用したことで、目標の互検出率低下や、信号処理利得の向上などの成果が得られた。58DD 朝霧で装備化された OPS-28C ではシステム感度を10デシベル上げて探知性能を向上させている。送信機における出力感としてはヒューズ社製の水冷式振興配管をアメリカ合衆国から輸入して使用していたが高価な上に交換に時間がかかったことから後には通常公開用及び予,予備として マグネトロンを使用した送信機と切り替えて使用できるようになった。また、後に新日本無線が TWT の国産化、超寿命化に成功したほか、63DDG、混合で装備化された OPS-28D からは、空冷化により維持管理の手間も軽減された。また 11DD、巻きのみで装備化された OPS-28E では、 パルス圧縮処理のデジタル化、海面処理、後部反射の影響を低減する、信号処理などが導入されている。同波間、スロットアレイを採用したアンテナは、同様修正装置上に設置されており、ロール角15度、ピッチ角7度まで対応できる。石狩り及び U バリ型護衛艦で搭載された OPS-28 から1では、ビームパターンを変更することで、 より本格的な対空警戒能力も付与されている。また同型のみ、敵味方識別装置のアンテナが、本体アンテナに組み込まれていない。なお、上記のオプス -28E では、アンテナのレーダー反射弾面積を低減するように、形状が変更されている。有りあけでの装備容量。ありがとうございます。